はい、どうもサーチです。今回の動画はサムネやタイトルにあります通り緊急事態発生です。サムネを見て、お分かりになると思いますけども、ついに来ましたということでね、早速見ていきましょう。どうぞ。ちょい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 、ちょっと待って。今ですね、ボールパイソンの卵のね様子を見たんですけども、ちょっとこれ見てください。じゃじゃん、見えます？これちょっとね、口先が卵から出てますね。きた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 、ついに卵からボールパイソンのベイビータンが顔を出してくれました。やば。さっきはね、もうちょっと顔がね出てたんですけども、ちょっとね引っ込んでしまったんですけども、いや出てきたよ。もう生まれるよ。あ、ちょっと動いてる。かわいい。わ、チロッとしましたね。え、めっちゃかわいいんだけど。やば。はじめましてだね。かわいい。なにこれ。本当にね、卵から出てくるんだね。なんかちょっとこの逆さまな感じがまた可愛いですね。やば。とうとうですよ。まだ完全には出てこないのかな。早く君の全貌が見たい。どうなんだろうな、ちょっと開けてみましょうかね。はい、ちょっと開けてみました。ちょっとびっくりして中に引っ込んじゃったんですけども、こんな感じですね。出てきてくれないかな。かわいいですね。こっちの卵はね、まだ亀裂とか何も入ってないんですけど、結構ねべっこりへこんでるんで、まあ、こっちもやわやわじゃないかなと思います。やば、とうとうベビタンが生まれようとしてます。で、まあ、こう見た感じバナナかな。モルフはバナナっぽいですよね。まだね全身が見えてないんですけども、この顔の色合いと模様的にバナナっぽいですね。もう一回見せてくれないかな。可愛いお顔見せてほしいですね。見てください、顔が出てきました。いや、めちゃめちゃ可愛くないですか。そしてバナナだね君。卵からバナナが生まれてきました。可愛い。え、めちゃくちゃ可愛くないですかこれ。にょっきっとお顔だけ出てきましたね。君は今何を思っているのかな。どうもようこそすだち系。
マジで可愛い。これやばいですね。これはマジでやばい。ずっと見てられるな。これはサムネかな。超可愛い。キョトンとしてますね。お、おろろろろろ、あらら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 、ら戻っていっちゃいましたね。恥ずかしがり屋なんでしょうか。まあね、今はちょっとそっとしといておきましょう。はい、ということでいかがだったでしょうか。いやー、めちゃめちゃ可愛くないですか。ついにボールパイソンのベビタンが卵からね、顔を出してくれました。まだね、顔しか見えてないんですけども、早くね、まあ、その姿全貌をね、見てみたいんですけども、まあ、今はね、そんなに焦らずに、自分の力でね、卵から全身が出てくるのを待ってあげようかなと思います。ただね、一刻も早くね、このことをね、皆さんに報告したかったので、まあ、急遽なんですけどもね、ちょっとバタバタしながら撮影の方をしました。ちょっとね、慌ただしくて雑な感じの動画になったかもしれませんけども、また落ち着いたらしっかりと動画に撮ってあげていきたいなと思いますので、よかったらグッドボタン、チャンネル登録をして楽しみに待っていてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。よし、最後までご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。また他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。